豚キムチ焼きそばです。なんか助っ人の豚キムチ焼きそばって言ってたからモンテスが打つかもしれないです。はい、もう一回食レポ。麺が甘いソースになってて、はい、キムチで辛いのでアクセントになってとっても美味しい。食レポ。麺が太麺だからさ、甘いソースがめっちゃ絡んでる、うん、うまい。次の味。うまそう。女神がヤンニョムチキン食べたいって言うから買いました。いつもヤンニョムチキン食べてる。転倒する。よし、菅野から転倒出るかもしれん。もうそこはもうゆるき100を胸に。うわー、ショートゴロ。角脇ランニングスロー、うまい。あー、角脇うまいね。やっぱうわー、やばいよ。いや、暗い怖い。リアクション盛りました。マルのセンターフライだったけど怖かった。だっていい当たりなんだもん。怖いよ、状態いいし。いつも打つからリアクション詐欺しちゃったよ、初手から。怖え。全部うわ、モンテス。おお、ベスト顔がいない。守備がうまい。守備で助けるしかない。いいぞいいぞ川越え、いいぞいいぞ川越え、いいぞいいぞ川越え。いいの、見せるんだから、プロ野球は。別に分取ればいいの。見せるなんぼなんです。分かってない。ちょっとカッコつけた。カッコつけるのがいいんじゃん。カッコつけて取るのがいいんじゃん。何が？見せて取るんだから。あれで落としそうだったから、ちょっと取ったから。いやいやいや、取ればいいんです。じゃあ落としたらブーって言うの。まあ、それ落としたらいいんだよ。だってあれ、そらしたら2塁3塁行くもん。いないから、カバー。高屋高屋高屋、ゆうべの放物線おお、落ちる落ちる落ちる。よしよしよし、ライト前。よー、さすが高谷。菅野からも打てるもん。もっと早くスタメンに使いたかった。なんだなんだ、おいおいおいって、あー敵思い。おー、うまい。落ちる落ちる落ちる。よーし、右やナイス。チャンスを高谷、いけ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 。三塁三塁、二塁いった。よーしよしよし、ツーベース。右やナイス。いいやん、最近ちょっと打撃上がってきた。おい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 、ピッチャーか、ピッチャーか。ユーダイ行かないかな。前バンテリンでさ、自分でタイムで打ったんだよね、遅延後したから。大野、菅野から打ったら熱いな。頼む。おい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 、おー、いけ。おー、あショートライナーだった。抜けたかなと思ったけど、まあピッチャーだけどよく捉えたけどな。まあね、打順の巡り合わせが悪いな。よく打ったけどな、菅野から。惜しいな。他の野手が打ってくれればいいけど。僕が買ったわけじゃなくて、女神が岡本のバーガー欲しいって言ったから。違います。岡本に打たれても責任は取れません。無理。 Let's go Let's go バーガー欲ナイス。うわい、ガラシマルチアンダー。バヤシ止まらないね。後半戦止まらない。素晴らしい。変化球引きつけてる。ヒットはいいから点取らないと。それ、え、待って、肉全部取れた。肉全部食べられた。ほんまひどい。なんもないやん。卵と野菜しかない。でもほとんど食べた。放送かわ放送かわ
かます強きるの力を見せろ燃えろ燃えろ蘇り倒せドラゴンズセカンド競技ラウンドス一打を放て敵を砕く一打を神にバーガー取られて点も取れない最悪ダブル方向から攻撃されてんだけど最悪なんだけど弁明は弁明ないない言い訳ないって午後のマンゴーソーダ買ってきた今日午後投げないからいいけどねいいけどああ小林のフォアボール出しちゃった世界の小林マンゴーソーダ買ってきたらフォアボール関係ないけどなもういいのかなって思ってそんなこと言ってないよ飲み物怒られた飲み物ぐらいいいやんもうマンゴーないもんドリンク飲んだドリンクが飲みたかったあ飲みたかった言ってくれればよかったのうわーわー見てナイスバスト片やナイス守備片やナイスなんとか耐えたっていうかまだノーストノーラン与作さんに紛れてまだノーストノーランなんだけどすげえヒットゼロマジかなんか打たれてる気がするんだけど打たれてないんだよな不思議なんだ不思議な感覚よくわからんうわぁもう一つヒットセンター前ヒット先頭もう一つ今日初ヒットやなやばい取ってくる取ってくるすべてヒットするなそんなに甘いとこじゃないけどなどうの根も出ない
岡本スマイルだな。めっちゃオレンジのタオル見ましたよ。あーうまい坂本うまっ、もう坂本やばい、輝きすぎ、ホームラン打って守備もうまい、もう火のつけどころがないやん、打ちどころがないか、坂本いつまででも全盛期やん、ずっと全盛期やん、なんだろう、イケメンだし、でもお顔の冷えたるんできた、やめなさいよ、たやめろって、前の方がやめなさいって、人間なんだから年は取るの、プレイヤーを衰えてないから、だって100点くらいも大丈夫、2点取って延長入るから、まあ、楽しみにしとけ、おお落ちる落ちる、よーカウボーイヒット、ほら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 延長入るんだから、見とけ見とけ、石があるんだ、もうそこは見逃し三振、せめて振ってくれ、チームの顔の4番やん、いやビシエロがないとるで、シューヘイいけ、うわー完封負け現地、何これ、確変終了、完封負け現地しに来ただけ、早く終われてよかったね、最悪なんだけど、坂本ツーランで試合終了やん、野球って残酷だな、今日の感想は早かった、正直つまらんな、おもんない、ご飯美味しかったけど試合おもんない、マジでおもんない、つまらねえ、はいどうもテレです、本日もよろしくお願いしますということで、ちょっと今日はね試合内容があまりにも味気なかったんで、マジでさっぱりしすぎて、ただの完封負け見に来たみたいになってるんで、今東京ドームのね観覧車に乗って動画撮ってるんですけど、今から多分15分ぐらい一周するらしいんで、結構尺的には持つかなって感じなんですけど、まあそれにしても思んないというかね、まあ88年世代の大野雄大と坂本雄隼人、何回も対決見たけど簡単にホームラン打たれて、まあ打った隼人がすごいんだけどね、ああいうところで打てる隼人がさすがだけど、いやーマジでえぐいわ、もう何回もああいう場面で打ってきた坂本見てるからあれだけど、レフトスタンドのドラゴンズファンの目の前に突き刺してさ、もう何も言えねえよっていう話やな、まあ坂本が、大野雄大もねそれまで結構球飛んでたけど、その割にはノーヒットホームラン地味にねドラリクラリやってて、7回2失点かな、十分なピッチングしてくれたんだけど、いやー味方が点取れないからね、なんといっても天敵菅野、うん、今日で5戦5勝、貯金10個作ってるのがすごいけどさ、大復活で、まあやっぱりドラゴンズが点取れないからね、まあちょっとテレビで見てるわけじゃないからわかんないけどさ、チャンスはちょっとあったんだけど、今日ノーチャンスじゃなかったけど、2回か3回作っても2アウトとか、あと9番大野雄大に回ってくるとか、まあ、打順の流れもね、あと村松にバントさせたところももったいないけど、まあ点が取れないからね、どうしたら菅野から点取れるのか、菅野の好きな食べ物を知らないけどさ、まあ、今日はねあの女神と来てるから、戸郷のマンゴーサワーと岡本のなんだっけハンバーガー食べたから、別に岡本に打たれてないし、あんま関係ないけどね、これ岡本のステッカーと、戸郷はピッチャーだから関係ないしさ、まあ、あれだけど、うん、まあ、グルメ美味しかったけどさ、グルメ食べに来ただけになっちゃってるから、女神は試合の感想は早かった、早く終わって嬉しい、なんか投手戦楽しかったって言ってるもん、楽しい、うん、点入らなくて、うん、スムーズで自分はあんま点テンポ良くて点入らなくて思わなかったけど、うん、楽しかった、うん、東京ドーム涼しいもんね、うん、それはいい、それはいいけど、東京ドームしか来たくないこれで神宮で暑くて0点だったらまああれだけど、ここドラゴンズ3試合2試合めっちゃ点取ってたのに、なんで自分の現地行った時だけ完封負けになるねんっていうな、まあ菅野だからあれだけど、まあどっちにしてもクライマックスで行きたかったら、菅野とかなんだ東とかいいピッチャー当たった時に点取れなければ、まあ勝てないね、勝てないというか CS 行っても CS 勝てないし、そういうピッチャーからどうやったら点取れるのか、スコアが絶対対策で出てるはずなんだけど、同じことの繰り返しっていうかね、本当に永久期間みたいな、ん
同じことの繰り返しなんですよね。話すことないんだよな、打てないから。ただ2対0で終わって坂本すげえ、菅野すげえ、終わりみたいな。いやドラゴンズにとっては菅野も坂本も永遠の全盛期だよね。いつになったら衰えが来るんだろうっていう。ああ守備も良かったしね、坂本って。二遊間も硬いしね、巨人。吉川、門脇。抜けないもん、ショート、門脇。わざとワンバン投げてアウトするとかさ。すごいよな、本当に。せっかくあれだな、景色が見えないか。ほら、景色。めちゃくちゃ良くない？あっちが多分東京ドームのホテルだね。うん。あれ、受験の時に泊まったことあるけど、地震来て、40階から階段全力で降りたよ。記憶にあるわ。なんか部屋が空いてて40階に泊まったのよ。同じ料金で。ただの本田災難だったけど。そんなもんかな。めちゃくちゃ景色いいな。普通今いっぱい東京ドームお客さんぞろぞろ帰ってるけど見えるかな。みんなドラゴンズファンみんな悲しそうに帰ってるやん。めぐみに早くユニフォーム脱げって言われたけど抵抗していっぱい来てる。なんかカラオケもついてるしね。これカラオケモヤドラゴンズついてんじゃない地獄。うん、モヤドラゴンズだった。ああ、もう今日は これで振り返り動画終わりかな。あと話すことないんだよな。なんかなる話したい。ない。ご飯美味しかった。焼きそばが。焼きそば、焼きそばマジであれおすすめ。ね、料金1200円ぐらいしたかな、ヘルメットだから。うん。けど、料金は 高いけど、味は味で美味しい。味美味しい。ソース絡んで、あれ結構リピ確定。グルメと、何、球場グルメでも結構クオリティ高いなと思った。あんまり球場グルメでなんか、高いけど別にそんなクオリティ高いと思わないけど、あの焼きそばはマジで、ビビ。あれが、ね、700円800円で買えたら言うことないんだけどね。もう話すことないわ。ない。早く切って。そろそろ頂上に来るんだけど。早く太陽より高くなる。早く切って、早くユニフォーム脱いで。じゃあ皆さん、女神が怒りそうなのでこの辺で終わりたいと思います。怒ってます。本日の最後にご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメント、メンバーシップ加入をお待ちしております。それではまた明日、試合ないけど、まあ、何かしら動画頑張って撮るのでまたお会いしましょう。今週末またバッテリーの来週末か現地行くんでね、お楽しみに。